CSBA の中島志郎です。今回も、スキー上達するエクササイズをご紹介していきたいと思います。今日もですね、初級者のお二人に来ていただきました。シーズン前は初級者から上級者まで、参考になるようなエクササイズをご紹介したいと思います。前回は足をまっすぐ行って足裏の意識を感じてひねるっていうエクササイズをしました。で今日はまっすぐ行きながらウェッジ、日本ではフルークボーゲンと言いますけども、カナダではウェッジと言います。まっすぐ行って板を開きます。で戻します、開きます、戻します。この開くときに少し重心がかかと寄りになります。だから後傾じゃないんですけれども、ちょっと後傾気味になる。で起き上がるときにまた少し戻ってきます。ターンの後半っていうのは少し後ろ側の方になるという、この足の中で動く重心が少し移動する感覚を養っていただきたいと思います。はい、はい、この幅をなるべくキープして上体が起きないこと、それからかかとに重心乗るんですけれども、その際に足裏の中で指を上げてここのすねが離れないようにします。これでかかとに来てるけどすねは離れないようにします。上がります、行きます、上がります、行きます、上がります、起きます。上体がこう起きないこと、上がります、この股関節でコントロールするように練習していきます。これをすることによって足元から板が前も後ろも広がるようになっていきます。はい、これが今回の練習です。オッケー、オッケー、はい。でこれをするときに足を開いたときにこの先の幅がちょうど足開くじゃないですか。で重心を少し下に下ろしますよ。こうして止まるときは重心下に下ろします、下ろしますけど、この足が下ろしながらってことは足が少し広がりながら、広がってもこの場所は広がらないようにしてほしいんです。これ下ろした時に足広がります、でもこっちが広がりますということは板がこういう風にひねられてないってことです。このまま止まった時に板をひねりましたよね、足から。つまりこれが足のサイズが広がってもこの前が広がらないということは足がこうしながらひねっていることです。わかりますか、はい、そこを意識して、でこの上体が下ろしたときに上にこう伸びない、いつも姿勢でこういう背中の角度をキープしたままここになってください。そうすると足が少しだけ前の方に出てきます。で戻っていきます、戻っていきます、戻っていきます。それからまた出てきます。これが僕も今失敗してしまいましたけども、広がってから閉じるとか重なってから広げるとかじゃなくて、この幅をキープしながらずーっと、わかります、そういう感じでやってみてください。広げて、閉じ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 て、そうそう、手を広げて、そう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 、閉じて、そうです、そうです。オッケー、オッケー、オッケー。もっと戻して、もっと戻して、もっと戻して、そこから戻して、そう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 。以上、なるべく戻すときに板が平行になるまで頑張って戻して。オッケー。匠はさ、
この上がよく起きやすくなるんだよ、他の時にも。だからそこだけいつも意識して、アスレチックポジションっていうのを意識してやってったりとか。それでちょっとこの戻す時やりづらそうだと、2人ともこうしてこうくるでしょ。この時に足の指を上げてほしいんですよ、ブーツの中に。指を上げて、ここは擦れています、ここ離さないと、離すとこうなっちゃうんです。でここから起き上がる時には足の指をヒュッとこう下げます。いい、それを使うともっとやりやすくなるから。